今回は日本固有の種であるタヌキについてのご紹介です。タヌキは日本以外では主に中国や朝鮮半島に生息していますが、日本のタヌキは中国や朝鮮半島にいる種とは違い、日本固有の種であることが判明しています。タヌキといえば、タヌキ寝入りや取らぬタヌキの川山陽ということわざが古くから伝わっているように、昔から日本人との関わり合いが強い動物です。キツネと同様に化けることが得意で、人を騙す存在としても伝えられていますね。そしてタヌキといえば、よく商店やご家庭に置物として飾られています。実はあの置物には商売繁盛、家内安全の御利益があるとされています。そしてそのタヌキの置物が全国に広がるきっかけを作ったのは、なんと昭和天皇だったのです。昭和26年に昭和天皇が信楽訪問の際、住民が日の丸の旗を持ったタヌキを沿道に並べてご行幸を歓迎しました。子供の頃からタヌキの置物を集めていた昭和天皇は感激され、歌を詠まれました。このエピソードをマスコミが大々的に取り上げ、信楽タヌキは一躍有名になりました。その後全国からタヌキの置物に注文が入るようになり、縁起がいい、愛嬌があって可愛いともてはやされ、産地の名物として定着していきました。ただタヌキの存在が当たり前なのは日本だけで、外国では意外にもその存在自体を知らない方が多いようです。一枚のタヌキの写真を紹介した海外サイトには多くのコメントが寄せられ、タヌキは実在したのか、こんなに可愛い動物は初めて見た、などその驚きぶりが伝わってきます。それでは日本固有の種であるタヌキに対する外国の方たちの反応をご覧ください。